メリサ・ザ・マンチェスターはアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク出身のシンガーソングライター、女優。ブロンクス国クて、バス運送者の父と服飾デザイナーの母との間に生まれ、後にマンハッタンに移り住む。幼少時にはゴスペルやクラシック、サルサなどを聴いて育った。15歳でコマーシャルソングの吹き込みなどプロの歌手として活動を始め、16歳からは チャペル音楽出版のスタッフライターとして2年間、勤めている。その後ニューヨーク大学の芸術学部に入学。大学では、ポール・サイモンに指示し、作曲を学ぶ。1972年頃、クラブで弾き語りをしているところを見かけたベッド・ミドラーとバリー・マニローに誘われ、ベッドのバックコーラスに参加。間もなくアリスタ・レコードとの契約、デビューとなり、1973年より、 本格的にプロの歌手として歩み始めることとなった。1970年代から1980年代にかけて幅広い音楽性でポップシンガーとしての地位を築いた。1976年2月に初来日している。1982年5月リリースの優秀とヒアハウ l ートークスアバウト talks about という放題。気になる二人が1982年9月。 US ビルボードホット100で5位に達し彼女の最大ヒット曲となった。現在も現役で歌い続けており、1996年には山下達郎のシングル、愛の明かり、スタンド・イン・ザ・ライトでデュエットを披露するなど、その活動はワールドワイドである。なお、スライザ・ファミリー・ストーンなどの R&B やザ・ビーチ・ボーイズなどロックのカバー曲を取り入れたり、デイビッド・ T ・ウォーカーや リーリとーラ一流のスタジオミュージシャンを起用するなどの AOR やフュージョンへのクロスオーバー感覚を取り入れるその音楽性はモルと位置づけられる傾向がある。ありがとうございます。